tattoo culture in Japan? 一般的には人に、認められていない文化だと思います。日本のタトゥーは、タトゥーがいっぱい入ってるのは暴力団っていう印象があるから、もしタトゥーが入ってる人見たら暴力団と関係あるんじゃないかなって思って、あんまりいいイメージはないです。 Can you have a tattoo when you go to a public bath? No, ダメです。あ、いけません。大体の温泉はタトゥー禁止になってるから、私は多分できないと思います。持ってないです。僕はも入れ墨はないです。持ってない、ないです。 you want a tattoo? うん少しだけ入れたいと思います。多分痛いのでつけたくないです。少し欲しいなと思った時はあります。アメリカいる時は欲しかったけど今はいいです。外国人が家族の名前とか入れてるのはかっこいいと思う。かっこいいっていうか、それはいいことだと思うから。いらない。あー、そう、持ちたいと思ったことはありますけど、やっぱり日本に住んでる以上、社会的なことを考えたらやっぱ持たない方がいいかなって思う。海外の外国の、私の外国の友達がここに鍵の形のタトゥーしてて、すごい可愛かったからちょっとしてみたいなって。なんか自分の信じてるメッセージとか大切な模様とかです。あー、なんかちっちゃい蝶々とかなんか天使とか可愛いやつ家族の名前、分かんないけど今のとこはいらないと思ってる。 Many foreigners get kanji as a tattoo. Why do you think so? なぜ漢字をつけるか。やっぱ違う国の言葉はかっこよく見えるからじゃないですかね、多分。その僕たち日本人が、英語の文字が書いてる T シャツを着てるように、かっこいいと思ってるから、外国人の人が日本人の漢字のシャツを着てるみたいな感じで、その漢字がかっこいいと思ってタトゥーを入れてると思います。デザインとしてかっこいいからですかね。その漢字に意味があるのだったらかっこいいと思うんですけど、それが代弁とか兄弟とかだったらちょっとよくわかんないなって思う。水とか力はの漢字はそんなになんか悪い意味じゃないしから大丈夫だと思うけど、なんか竜とかなんかそういう感じはちょっと暴力団っぽいのを想像させるからちょっと怖いかな。その漢字の本当の意味を分かっていたら僕はいいと思います。きっと彼らにとってはかっこいい文字だから、いいんじゃないかな特に何も思わないです。なんかすごい死とか死ぬみたいな感じ書いてたら怖いと思うけど。それはいいことだし必要かなって思う。アメリカとかだけの国でオープンな国だったらそれは隠さなくていいかもしれないけど、今グローバルだし日本の人とも交流あったりするから、日本の人やタトゥー見たら絶対ネガティブな印象しか持たないからそれは必要やと思う。まあ絵とか文字によっては確かに隠した方がいいかなとは思うけど、基本的には別に隠す必要ないかなとは思います。その仕事の時と仕事じゃない時を分けるのはすごいいいことだと思う。あとでも仕事の種類にもよると思う。なんかなんだろう、ファッションとかそういう明るい感じの仕事だったら
いいかもしれないけど、もっとなんか難しい政治家とか、そうだな、病院とかはあんまり良くないと思います。でももうちょっとタトゥーにオープンになってもいいかなって思う。もう欲しい人はつけちゃって、で他の人も悪いイメージ抱かないようになるようになったらいいなと思うけど、 How? どうやるか、なんかあれどうやる、もっとタトゥー持ってるのにいいイメージを作っていくとか。はい、大きい、さっき言ったみたいに大きいタトゥーはその暴力団の人とかを想像してしまうから、ちっちゃいやつだったらなんかファッションの一部として OK とかだったらいいなって思います。変えなくていいかな、うん、変えれるならそのみんなのすごい怖いっていうイメージとかは変えたいなって思ってて、まあ、変えるならそう、まあ、例えば有名人とかが小さいかっこいいのつけてたら、まあ、みんなも欲しいと思うだろうし、みんなの怖いっていうイメージもちょっとずつ変わっていくんじゃないかなって思います。